ではまずその中の代表、ビッグマフを紹介いたしましょう。このビッグマフが登場したのは60年後期と言われています。最近まで入っていたビッグマフのモデルを入れると6種類ぐらいのビッグマフが存在するみたいです。他にもリトルビッグマフとかマフファズと呼ばれるような、ビッグマフの応用系みたいなものがいろいろ発売されています。このビッグマフの特徴としてはコントロールはアウトプットボリューム、それとトーン、あとサスティーンと言われる、ディストーションレベルですね、この3つから形成されていまして、つまみの位置が、正三角形状態であったり横一列状態であったり逆三角形状態だったり、いろいろかなりいろんな種類のものが出ていたと思われます。あとスイッチに関しては初期はオンオフのスイッチがついていましたが、後期第6期目ぐらいのものに関してはトーンバイパスに変わっております。歪みとしてはこちらもファズ同様、すごく激しい歪みで、そうですね、後期のジミー・ヘンドリックスですね、あの辺が割と愛用してたりとか、エイドリアン・ブリュー等がね、サスティーンのある音でギンギンに弾いていたのが非常に印象に残ります。では音を聞いてみましょう。